皆さんこんにちは。イエローマジックオーケストラ YMO のメンバーとしてドラマーボーカリストで世界的にも有名な高橋幸宏さんが亡くなったことが判明しました。近年は軽井沢の別荘で静養されており、その体調を心配する声が上がっていましたが、亡くなったことが2023年1月14日に判明しました。享年70歳でした。そこで高橋幸宏さんの死因が脳腫瘍なのか、それとも他の原因があるのか、ここ最近から現在までの病状について調査しました。また調べていくうちに、高橋幸宏さんの不倫をしていた過去や自宅がすごいといった話が出てきたので、そちらも合わせてご紹介します。イエローマジックオーケストラ YMO のメンバーとして世界的にも有名な高橋幸宏さんが亡くなったことが2023年1月14日に判明しました。近年、高橋幸宏さんは長野県軽井沢町で静養されており、そちらで過ごされている期間に亡くなったとみられています。高橋幸宏さんは1978年に坂本龍一さん、細野晴臣さんとイエローマジックオーケストラ YMO を結成。1980年代にテクノブームを巻き起こした伝説のバンド。活躍は日本にとどまらず世界の音楽シーンにも影響を与えており、結成翌年から2年連続でワールドツアーを敢行。全世界でのレコードの売り上げは500万枚以上と、まさにモンスターバンドでした。1983年、結成からわずか5年で解散したことでまさしく伝説となりました。高橋幸宏さんの死因は一体何だったのでしょう。報道によると、亡くなった日時や死因は判明していないとのことです。しかし、こんな情報を発見しました。関係者によると、高橋さんは静養先の長野県軽井沢町で年明けに肺炎を患い、容体が悪化した。亡くなったのは今週とみられ、仕事仲間や親しかった人たちへの報告が始まっている。年明けに肺炎を患い、容体が悪化したとあります。肺炎が悪化したのか、それとも肺炎が影響して持病が悪化したのかは不明です。というのも、高橋幸宏さんは近年病気療養が続いていたようなのです。高橋幸宏さんのここ最近の病状を見ていきましょう。2020年8月13日に脳腫瘍により手術をしていたことを同年同月31日に公表されています。高橋さんは2020年の初夏を迎える頃から継続的な頭痛が続き、症状が改善せず緊急で脳 MRI 検査を受けることになり、その結果脳腫瘍の疑いであることが分かったそうです。ですが、直後の検査入院から8月13日、患部摘出手術が行われ、無事成功に至り、手術後は後遺症もなく、通院治療に切り替わり、順調に回復されているように見えていました。しかし、2021年6月にはツイッターで、まんまと嫌な予感が当たり、僕はまた別の治療を始めますと別の治療を始めたことを公表し、同8月には治療に専念するため音楽活動の休止を発表していました。その後も継続して治療されていた様子の高橋幸宏さん。2022年3月には一定の治療の効果が現れたことを投稿されていましたが、完治には至っていなかったようです。その後も治療を続けながらご家族とゆっくりと過ごされる姿が SNS に投稿されていました。2022年6月7日、自身の誕生日である翌日には祝福に対するアンサー投稿をされており、かなり痩せた姿に心配の声も上がっていました。しかし、この投稿があった2022年6月以降は SNS での発信が途絶えており、現在に至ります。これ以降から再び病状が悪化したのかもしれませんね。同バンドで共に活動した坂本龍一さんは15日ツイッターを更新し、高橋さんへ向けたとみられる投稿をアップされていました。グレー一色の画像のみで文章などはなし、盟友の死を悼む心情を思わせる投稿にはフォロワーからのメッセージも相次ぎ、なんという損失。高橋幸宏安らかに、悲しくて言葉がありません。早すぎますね。今日の空はとても悲しいなどといった反応が相次ぎました。また坂本さんも昨年6月にステージ4のがんであることを公表するなど、闘病中であることを明かしています。そんな高橋さんですが、
過去に歌手の中原理恵さんとの不倫が噂されたことが分かりました。高橋幸宏さんはあまり知られていませんが、実は2度結婚を経験していて、最初の嫁は学生時代の同級生でミュージシャンの東郷正和さんのお姉さんだったようです。馴れ初めはおそらく中学時代からの親友の東郷正和さんを通じて知り合ったのでしょう。いつ頃結婚して離婚したのかは分かりませんが、結婚生活は数年間で、子供もいないようです。東郷美恵子さんは現在は再婚しており、お相手はイギリスのミュージシャンのビル・ネルソンさんです。また再婚相手のビル・ネルソンさんは高橋幸宏さんの窮地の中で YMO や高橋さんのアルアムに参加したり共演したりした過去があります。高橋幸宏さんの現在の嫁は長年モデルとして活動している高橋清美さんです。若い頃は下井清美という名前で活動していたようで、結婚を機に現在の名前で活動しています。現在はすでに60歳を超えていますが、その美貌は相変わらずで、まだまだ現役として活動しています。高橋幸宏さんの子供については情報がないようで、最初の嫁や2人目の嫁である高橋清美さんとの間にも子供は生まれていないと思われます。高橋幸宏さんは過去に歌手の中原理恵さんと不倫疑惑が流れたようで、そのことがきっかけで最初の嫁と離婚したとも言われています。高橋幸宏さんは昭和61年に不倫、熱愛報道がされています。中原理恵さんは東京ララバイなどの楽曲で知られており、1984年のアルバムレディーレイの A 面をプロデュースしたのが高橋幸宏さんでした。また一時期高橋幸宏さんと中原理恵さんは同棲していたという噂もあったようですが、真相は未だにはっきりしていません。二人の関係については不倫と言われていましたが、その後も特に証拠などは見つかっていないようで、中原理恵さんは現在芸能界を引退しているのだとか。彼女の引退については不倫がきっかけで干されたという噂もありますが、こちらもはっきりとした真相は分かっていません。最後に高橋幸宏さんの自宅についてご紹介します。まず高橋幸宏さんの出身地ですが、東京都目黒区だそうです。目黒区が出身地ということですので、高橋幸宏さんは都会っ子なんですね。高橋幸宏さんの実家の住所についてはもっと詳しい情報もあるそうです。高橋幸宏さんの実家の場所は目黒区の自由が丘と大岡山と呼ばれる住所の中間あたりにあったようです。実家の最寄り駅は自由が丘駅だったようですね。高橋幸宏さんのおしゃれな雰囲気は出身地が自由が丘ということも影響しているのかもしれません。そして高橋さんの自宅ですが、東京ではなくて長野県の軽井沢にあるそうです。実は高橋幸宏さんは子供の頃から軽井沢に馴染みがあるそうです。高橋幸宏さんは子供の時に軽井沢に別荘があったようで、この軽井沢の別荘には学生時代の細野晴臣さんがよく遊びに来ていたといいます。高橋幸宏さんの現在の自宅は軽井沢のかなり郊外の方にあるといいます。自宅の敷地の中を川が流れているようで、とても良い環境ですね。高橋幸宏さんは地元の仲間たちと親交を深めているようで、気さくな高橋幸宏さんらしいですね。いかがだったでしょうか。高橋幸宏さんの死因は肺炎に起因する可能性が高そうですが、お亡くなりになった実質の原因までは判明していません。ご冥福をお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。